こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。大型メルカリ便の選択ができません。発送方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はいえー、この動画では、えー、メルカリ便のね、えー、大型メルカリ便の発送方法がわからないということで、連絡がありました。ぜひねあの、紹介をさせていただきます。はい、であの一つの方法はですね、えー、とこれちょっと私がやったことあるんですけど、出品してからですね、えー、っと発送方法ですね、 変更することができます、はいあの。発送方法はあの非常に簡単です。メルカリの発送方法をあの選択していただいてあの、探していただきますと、大型メルカリ瓶とありますので、それをです、ね、あの選択していただければ、えー、と発送できます。200cm か 450cm、ね、があの大型メルカリンで利用できる範囲です。であの1つです、ね、弱点がありまして、 あの商品をですね、売れた後、購入された後ですと、変更ができないんですね。なので、初めからあの大型メルカリンをね、配送する方でしたら、必ず、えーと、出品してからでいいので、大型メルカリンね、変更していただければいいかと思います。はい。まあ、この点をぜひね、注意してみてください。はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマルヒマネープレイします。ニックネームかスタンプをお願いします。 あと、YouTube が質問で一切受け付けてません。LINE アド登録によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録をお待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。